そろそろ来る頃だと思ってたぜ。あ？容疑者になった気分はどうだ？てめえぶっ殺されてえのか。おいおい、俺はおめえの敵じゃねえ。かといって味方でもねえが、殺に垂れ込むようなことはしねえ。安心しな。で、今日は何が聞きたい？戸田は誰に殺されたんだ？空気か？それはお前じゃねえのか。おい、時間がねえんだ。冗談だよ。お前が戸田のことを殺してねえのは知ってる。じゃあ誰が殺したのか？1000万だな。ガキからむしり取るなんてしねえんじゃなかったのか。そうだったな。でも実際そのくらいの値段の情報だ。まあこれもつけといてやる。だがそのまま全てを教えてはやれんな。じゃあ。若いんだ、少しは自分で苦労しろ。誰だこいつは。名前は千秋、自称女子大生のキャバ嬢だ。自称女子大生？なんだよそれ。クキ組の内部情報を知りたいならこいつに話を聞くんだな。どこに行けば会える？ツケで教えられるのはここまでだ。自分で探せ。よこせ。頑張れよ青年。